皆さんはじめまして、借金300万、ゴミ人生くんです。ということでやってまいりました。本日の日付は10月30日水曜日ということで、今回は平日ですね。週刊賞外し、で、次の週の水曜日、地方競馬多分、確か当てて、で、菊花賞当てて、で、菊花賞の次の週の水曜日の地方競馬外して、で、天皇賞は外して、今、という感じなんですけども、今回、まあ平日なんでね、いつもは地方競馬やってたんですけど、今回は、競艇はい、ということで、人生で2回目の競艇をやりたいと思います。1回目ね、ちょっと前にやったんですよ。1回目、2、3ヶ月前に1回競艇やったんですけど、2万ぐらいかけて、負けました。で、今度は、もっとね、安い金額でちょっと当てようかなというふうに思ってます。まあまあ、地方っていうか、まあ平日なんでね。ということで、船券を買ってくるによ！僕より借金がある方、僕より借金がない方、ぜひともチャンネル登録お願いします！船券交流はい、ということで買ってきました。買ってきましたって言ってもスマホで買うだけなんですけど。船券買ってきました。うん、まあ僕はですね、まだ競艇はマジの初心者。まあ競馬もほぼ初心者みたいなもんなんですけど、よくわかってないんですけど、競艇はさらに初心者ということで、もうわけわかんないんですけど、わけわかんないんですけど、うちが有利なんですよね。内から順番に有利なんですよね。で、外がちょっと厳しいみたいな感じなんですけど、さすがにね、頭1位だと、オッズ低いんですよね。なんで、今回は、2と3を頭に、船券を購入しました。僕の船券が、こちらです。1着2、3、2着1、3着2、3、4。これが8点ですかね。8点を購入しました。裏表、1着2、3、2着2、3、4、5、あ、2、3、4、3着1を買いました。で、これを各200円買いましたね。なんで、まあ、最低でも、8000円。8000円ぐらいかな。40倍ぐらいだったと思うんで。8000円ぐらいかな。で、最高なんですけど、最高が確か、200倍ついてたかな。100、100か200ぐらいだったんで、よくて、2万とか、3万、4万ぐらいにはなるんですよね。ということで、はい、今回はそこでやっていきたいなというふうに思ってます。で、僕マジで競艇は本当に知らないんで、優しく教えてくれる方募集中です。絶賛。マジで。競艇ちょっと教えてください。競艇ってね、何がいいって、一周目でも結果わかるじゃん。一周目で結果わかるんですよ。負けたら意味ないですよ。勝った時はもう一周目でわかるんで、大体。うん。だから、ちょっと競艇今後もやっていきたいんで、なんか競艇のことを教えてくれる人いたらちょっと、お願いします。ということで、レースの時間待ちましょうか。レッツースタート。さあ来るよ来るよ。そしたら角に過ぎやら。さあ来るよ。兄さん頼むよ頼むよ。出した兄さんスタート決めて。どうスタートしました。3コースと5コース。3いいんじゃない。ダメ。いいんじゃない。3いいんじゃない。頼む頼む。逃げグーゴーゴーゴー。オッケー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 。241や241や。オッケーオッケーオッケー。さあオッケー。241あるよね俺。頼む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 。4仕組んだよ4仕組んだよ。6だ6だ。え下手すぎる。え下手すぎるこいつら。何マークの旋回です。2番手は6号艇大塚浩二。頼む。回っていきます。5号艇の向かいと続いて3号艇に入ってきまして、これが壁1号艇は滑り切れません。最長ついた4号艇の隙間ですが、こちらは差し遅れ。2番手が大塚さん。ほんまに言ってる。本当に言ってる。ここでスリットローを通過。2周2マークの旋回に向かいます。本当に言ってる。4号6番手から3艇競りながら内側に迫ってくる形ですが、早めに頼むよ頼むよ。この混戦の外を回ってかわしに行ったんですが、いや段が膨らんでしまいまして、4オッケー。でも6いるんだよな。6いるんだよな。6いるんだよな。無理だー。外れた。2-6-4なんて勝ってないよ。ラストコーナーの旋回、先頭が福田、2番手は大塚コーチで、3番手飛び込んできました。3コーチで中里、外を回ってかわしていきました。ここから変わんないよね。きっちり
1何してんの、もうもうもう本当に本当に何してんの。第4レースの確定は1着2番、2着6番、3着4番以上です。264ってオッズ何倍、オッズ何倍、3連単3連単3連単46,000、43,000、バカじゃないの、バカじゃないの、俺まだ競艇2回目だって。続いて競争戦場は一般戦第5レーススタート展示が始まった。俺競艇2回目だって。43,000は聞いてないよ、聞いてない聞いてない聞いてない。俺このレースでさ、そんな稼ごうと思ってないんだよね。今週末の競馬のお金稼げればいいんだよ。求めてないよ、43,000は。しかも俺これ200円買ってたから86,000になってたってこと？うーマジかよ、マジかよ。お金貸してくれる人募集してます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。さようなら。